次は山形に。あ、違う、山形じゃない。山形じゃない。山形じゃない。青森。本当だね。あ、なんかすごい私の周りごちゃごちゃしてる。青森は、一番多かったのが、町っていう言葉が入ったのが一番多かった。なんとかま、なんとかな町って、あの、さっきも出したんですけども。これだね。あ、それ都市じゃね。そう、町が多くて、一番多かったのが町で、その次が里で、その次が輝くとか彩りっていうことが多かった。なんか、あの、さっきあげた、さっきあげた、間違い？いいよ。さっきあげた、この前提の知識の、あの、ありきたりなワード、こう、トップ3を占めてましたね、青森。でも、青森も、あ、もういいよ、ありがとう。はい。青森はですね、青森も良かったな。青森は、大丈夫か、ちょっと私の周りすごいごちゃごちゃして。ですね、まあ青森は、これ平内町なんですけども、ホタテ王国平内って、これすごい、ね、ストレートに見える。すごい買いました。すごい買いました。そう、これもあの名産がホタテで、わかりやすいよね。ホタテ王国平内。もう、あ、ホタテが有名かみたいにわかるよね。王国かみたいになるじゃん。なんかこう、すぐわかるのっていいよね、キャッチコピー。変に、変にって言ったらあれだけど、凝ってるのも、まあいいっちゃいいけど、ホタテ王国平内とか、あってなるじゃん。そう、そう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 、やっぱ結構そういうのって大事だと思うよね。キャッチコピーを作る上でこうおしゃれなのもいいけど、ストレートにね、あさり言われた方が伝わるっていうのもありまして、あとなんだろう、羊とリンゴのリンゴ煮の里とか、これ橋上町っていうところなんですけど、これも、あ、ツツジとリンゴ煮が有名かみたいになるよね。欲張りだね、でも。そうだね、ちょっと欲張りパターンだね。でもここもほら、あの、いちご煮が有名で、いちご煮祭りっていうのがありますよ。いちご煮って、いちご煮って、郷土料理。ウニ。あ、すいません。いちごじゃない。そうですね、いちごじゃないんです、これ。いちごを煮たものではなく、ウニとアワビの汁物だそうですね。これ、いちご似てると思っちゃった。いちご似てると思った。そう、違います、これ。ウニとアワビの汁物です。郷土料理。これ面白いね。しかも、いちご煮祭りもあります。これ、全面的に押してる感じがいいよね。こう。とりあえず。いちご煮あるよ。そう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 。なんか、キャッチコピーにしたものの、なんかただキャッチコピーにしたみたいなところも多いじゃん。実際押してないみたいなさ。こう徹底的に押してくれてる。青森、いいですね。こう、徹底的に押してる感じで。まあそんな感じでですね、ちょっと一旦全部紹介したいので、青森の次は宮城か、宮城か、順番違かったらあれだけど、岩手秋田、まあでもまあいいか、東北広いからね。そうだね、東北広いから。なんで私の周りこんなにさ資料が見つかった順でじゃあまず、名取市なんですけども、はい、はい、元気な町名取、ね、ということで、これはあの宮城県名取市にあるキャッチコピーなんですけど、私ちょっと名取に住んでて、商経学院大学も名取にあるんですけど、これも当初からのいじめにあったね、このキャッチコピーね。まず元気な町ってなんだみたいな、出たすぐどこも元気とか言うけど、でもあの元気なんですもん。私これちょっと肩を持ちますよ、これ。元気なの？そう、だって元気な町名取ってさ、伝わらない？意味これ聞いてさ、元気かみたいになるじゃん。でもさ、この間なおさ、あ、それうちにどっかにあったよ、あった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 、言ったじゃん、あ、あるかとか思って、まあ、元気も多いワードだから、うん、これね、両方とも入っちゃってるんだよね。うん、ちょっとまあね、それを言われたそれを言われたらあれなんですけども、そうそうそう、まあこれを筆頭にですね、ありがとう、はい、宮城県1位は町でしたね、多い言葉やっぱり平仮名で町です。そう、平、うん、まあこういうふうに書く、あ、うん、都市で町っていうマスもある、そう、名取市みたいにね、はいはい、あと2番目が未来とか、はい、まあ、輝くとか緑とか、はい、まあ里、ね、で3番目が自然と水が多かった、これもなんかさっき挙げた、閉めちゃったね、トップ3を。ね。閉めちゃってます。なんか多いね、やっぱり。そうだね。
まあ、でも水と緑、はい、これはあの宮城県南、あ、すいません、ありがとうございます。南三陸町のホームページの見出しなんですけども、さあ南三陸時間旅行へ、これいいですよ ね、 いいね。なんかこう、例えあの名産品とか入ってないんだけど、こう行きたくなるよね、こう南三陸時間旅行へ、南三陸時間が堪能できるんだみたいな、うん、すごい、そう、うん、なんかすごいゆったりした時間が流れてそうなイメージですけど、これがすごいいいなと思いまして、あとこの関連でちょっと宮城県ではないんですけども、山形県鶴岡市ですね、時に小説のような旅をする、あーいいね、これ観光連盟ホームページなんですけど、これもかっこいいですよね、うん、このこう旅ってなんかロマンを感じるっていうか、行きたくなるっていう、はい、そうですね、これもいいなと思って、こう名産品が入ってなくてもここまで訴えかけられるんだって思うよね、うん、なんか行けばなんかあるんだろうね、なんかと行けば、ね、そう、なんかすごいいい時間が過ごせるんだろうなとか思うし、うん、これこういうあの名産品が入ってるからいいとかそういうことではないとここで感じましたね、本当に、うん、はい、ということでですね、うん、で今宮城県だったんですけども、後ろに立ってないか、まあいいや、まあ、あとじゃあちょっとすいません、順番が行ったり来たりするんですけど、岩手県ですね、岩手県もなんとかな町が多かったですね、はい、だから東北になんとかな町が多かった、私これ全国的なものかと思いきや、あのみんなの意見を聞いたらそうでもなくって、別にそうでもなかったらしくて、やっぱ東北に多かったなって思ったのと、あと岩手県がこう単語が3つ続くものが多かった、こう森、川、海とか、夢、希望、未来とか、光、水、緑とか、ドロパイ、そう、なんか多かったですね、3つ、本当3つのそのリズムのやつが多くて、夢、希望、未来に向かって人輝く街とか、これ岩手県久慈市なんですけども、これも3つじゃん、だと響きます、人、海、森のハーモニー、これ山田町なんですけど、やっぱなんか多いんですよこの3つっていうのが、三拍子、うん、まあ、確かにこういいよね、テンポはいいと思うけども、うーん、まあね、そう岩手県多かったですね、あと秋田県も町が多かった、なんとかな町が多かったですね秋田県の、うん、そう言ったっけさっき、私言ってないか、秋田県も町多かったですね、そうで、そうですなんかすいません、なんかはい、そういうことです、あとは山形県は、あ、これも前言ったんですけど、すごいんですよこれ、また読み上げていいですか、はい、白鷹町なんですけど、言いますよ、春桜、夏は紅花、秋は鮎、冬は隠れそば屋の白鷹へっていう、これキャッチコピーなんですけど、これ四季それぞれのあのが入ってて、すごいですよねこのキャッチコピーに、春夏秋冬、全てのこう自分の推したいところを入れてるっていうのがすごいなと思いまして、なんか欲張ってない感じがするよね、そうなんだよね、なんか入れてるんだけど、そうこれなんかさ欲張ってるところ多いじゃん、うん、こうとりあえず詰め込んでみようみたいなところ多くて、これもそうかなと思いきや全然そう、すっきりしてる、すっきりしてる、なんか五七五で、そう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 なんですよね、それ言われて気がついたんですけども、そうなんですよ五七五で、これキャッチコピーを五七五っていうのも新しいよね、ニュースタイル、ニュースタイル、あんまなかったかも、てかないよね、なかった、これ自然とそういう心になってるっていうか、あうう、やっぱり見られるけど、うん、しっかりなってるのっていうか意識してるところ、うん、これなんかすごいなと思って、最初長いなと思って目についたんですけど、よく見てみると、あ、なんか押したいところをちゃんと押せててすごいなと思いまして、キャッチコピーの大事なところだよね、こう、押したいところを的確にこう押していくみたいな、これうまいなと思いました。